日本ナポリタン学会プレゼンツ横浜ナポ堂。今月はイーブ権利士と東戸塚支店の提供でお送りします。ということで今日から4月の第2週4月9日月曜日は日本ナポリタン学会プレゼンツ横浜ナポ堂、こちらがスタートいたします。番組でもですね、先週からちょっとずつ告知をさせてきていただいておりますけれども、今日はですね、このコーナー毎月第2月曜日にスタートするということなんですけれども、まずはこのコーナーを一緒に進めていただける日本ナポリタン学会会長をご紹介したいと思います。それではぜひご自身で自己紹介をお願いいたします。あ、どうも、日本ナポリタン学会会長の田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもう田中会長ということで、はい、この番組ではですね呼ばせていただきたいと思いますけれども、はい、そもそも皆さんこのラジオを聞いている方も知らない方が多いと思うんですけれども、はいはい、この日本ナポリタン学会っていうのは何なんでしょうか。はい、そうですね、まあ、懐かしくも美味しいスパゲティナポリタンを、まあ、日本の発展とともに歩んできた希少な食文化であると、再認識することからですね、はい、戦後にナポリタンが全国に伝播していく発信地となった横浜からちょっと日本を盛り上げていこうという、いうことで結成した任意団体です。すいません、いえいえ読んじゃった。会長ちょっと緊張してますね、はい、大丈夫ですか。ということは、まあ、簡単に言うとですね、はい、まあ、ここの、まあ、田中会長をはじめとして会員の方がいらっしゃるわけですよね。はいはい、何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。大体30人はもう超えたと思います。40名近く、はい、在籍しております。まあ、会長をはじめとしてそのナポリタン学会の皆さんは、はい、一言で言うとナポリタン大好き集団ということですよね。そうですね、ナポリタンが好きでというか、まあ、ナポリタンを通じて何か面白いことをしていこうよっていう仲間たちです。はい、なるほど。はい、ということでこのなぜこの日本ナポリタン学会プレゼンツ横浜ナポ堂にしたかと言いますと、うん、この横浜ナポ堂なんですけれども、うん、そもそもご存知の方ちょっと広まりつつもありますけれども、ナポリタンってなんか横浜が発祥だっていう話がなんかちらほらありますけれども、はいはい、ここら辺は本当なんですか。はい、そうですね、一応発祥の地は山下町のホテルニューグランドと言われてます。はい、で、まあ、ホテルニューグランドというのは、1927年にですね、はい、関東大震災の復興のシンボルとして、まあ、創業されたわけなんですけども、はい、まあ、その当時の、初代、総料理長のサリー・ワイルさんという、人物が、まあ、その日本の洋食界に大きな影響をもたらしたということでですね、はい、で、まあ、そのサリー・ワイル門下生たちがですね、はい、まあ、横浜を中心として、洋食屋さんを開業していったというふうに言われてます。で、まあ、当時の総料理長、ごめんなさい、まあ、戦後太平洋戦争が終わってですね、はい、戦後当時の横浜っていうのは、まあ、このニューグランドのあたりもそうなんですけども、はい、横浜ってすごい広い土地だと思うんですけども、はい、6割が、接収米軍によって接収されてたんですね。はいはい、まあ、そこでですね、まあ、当然進駐軍たちがたくさんいたわけなんですけども、そこで、はい、まあ、戦後当時の、はい、ニューグランドの総料理長である、まあ、入江重忠さんがですね、はい、進駐軍が、まあ、スパゲティをトマトケチャップで炒めてるという姿を見てですね、はい、まあ、それをなんとかホテルらしい料理として、まあ、アレンジできないかということで、まあ、スパゲティナポリタンというものが生まれたと言われております。まあ、もともとナポリっていうところが、まあ、トマトの名産地 で、はい、でかつその貧しい人々が屋台でトマトソースのスパゲティをこう食べてたっていう、まあ、こともありますので、まあ、そこで、まあ、トマト、まあ、ケチャップですけど、まあ、まあ、トマトのスパゲティということで、まあ、ナポリタンって名付けられた。もともとそのスパゲティ、トマトケチャップスパゲティっていうのは
日本に戦前もあったらしいんですけども、はい、まあ、スパゲティナポリタンって言って名付けて広めていったのは、まあ、その横浜ニューグランドが間違いないかなと。なるほど。じゃあこの横浜で生まれたというのは本当に正しかったということですね。はい、はい、それではですね、皆さんも多分気になっていると思われる日本ナポリタン学会、はい、なぜどうやって設立されたのかというのをちょっとお話しいただきたいんですけれども、はい、そうですね、あの2009年、今から3年前なんですけども、2009年の2月に、はい、あの今副会長をやってる岩室っていうのが、はい、あの名古屋出身なんですけども、はい、その人が名古屋は名古屋で名古屋名物 の、 あのイタリアンスパゲティっていうのがあるよということで、はい、まあ、ちょっと横浜ナポリタンが横浜発祥であれば、じゃ あ、 あの名古屋のイタリアで料理対決しようよっていうふうにちょっと軽く喧嘩売られたので、はい、じゃあ何かやろうかなと。まあ、最初はちょっとレストランとかで、はい、なんか遊びでそういう料理対決をやろうって言ってたんですけども、はい、なんかちょっといろいろ話が大きくなってですね、はい、テレビ神奈川の1階とかで、はい、200人ぐらい集めて、はい、料理対決ということで、結構大きなイベントになったんですけども、はいはい、まあ、そこで、まあ、名古屋のイタリアンスパゲティ、まあ、名古屋のイタリアンっていうのはちょうどステーキの鉄板にナポリタンが乗っかってる状態 で、はい、でその下にその溶き卵がジューッと敷かれたやつで、はい、その卵をこうちょっと崩しながら、うん、スパゲティと絡めて食べるんです。これも結構美味しいんですけど、はいはい、それとまあ横浜のナポリタンで対決ということで、はい、やったんですけど、はい、うん、それがきっかけで、そうですね、そこで、はい、じゃあ負けた、まあ、ちょっとあまりにも盛り上がったし、じゃあこれからもちょっとナポリタンでなんか面白いことやっていこうよということで、じゃあ負けた方が日本ナポリタン学会を設立しますって宣言しましょうということで、はいはい、で、負けた横浜でやったので当然血のりで、はい、横浜のナポリタンが勝ったんですけども、はい、そこで、まあ、負けた方 の、 副会長がじゃあナポリタン学会設立しますって宣言して、まあ、そのイベントが終わって、はい、でなぜか会長は僕だったっていうよくわかんない流れになってるんですけども、はい、なるほど。じゃあそもそもはその名古屋のイタリアンという、はいはい、そういった名物のスパゲティと横浜の発祥であるナポリタン、うん、どっちがいいのか対決しようぜっていう、はいはいはい、まあ、田中会長と今の副会長である方の個人的なちょっと、まあ、喧嘩といいますかみたいなところから始まって、そうですね、流れに流れてナポリタン学会が設立されたと。そうですね、はい、ちなみに設立されたのはいつになりますか。まあ、2009年2月にこのイベントが終わって、はい、7月にじゃあ正式に設立しようって準備始めて、2009年の9月7日に設立しました。なるほど、はい、9月7日設立なんですね。はい、はいはい、分かりました。なんとなく今までのお話を聞いていて、はい、ナポリタン学会っていうものがどういうものなのか、うん、なぜ設立されたのかっていうのが、うん、なんとなく皆さんもね、こう背景が浮かんできたかなという感じがするんですけれども、はい、それではですね、続いてはですね、ナポリタン学会の活動内容についてちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、ナポリタン学会、はい、一体どんな活動をされているのか。ね、日本ナポリタン学会っていう名前で、まあ、ちょっと学会なんだからもうちょっともう深く掘り下げろよって結構ヤジも飛んだりするんですけども、まあ、学会っていう名乗る上でそのなんていうんですかね、ね、ハードルっていうか、はい、条件はそんなにないと思うんで、制約とかないと思うんで、はい、まあ、一応学会ということで、はい、まあ、アカデミックなことは、まあ、できてはいないんですけども、うんうん、まあ、横浜ナポリタン物語というちょっとサブタイトルを、はい、作ってですね、はい、いろんな、まあ、そのナポリタンのエピソードをいろんな人から集めるっていうのがちょっと目的の一つだったりするんですね。なるほど。
でそこで、設立して、ちょっと1ヶ月ちょっとなんですけども、ナポリタンファミリークッキングコンテストというのをですね、館内 の、はい、あの東京ガスさんでやりましてですね、そこで8組の方々が、あの8組のファミリーが集まってですね、はい、あのいろんなナポリタンを、作ってもらいまして、その作ったナポリタンの中にも、いろんなそれぞれにエピソードがありまして、やっぱりそのナポリタンっていうと、なんかナポリタンそのものもいろんな幅広いものが、生まれはホテルのナポリタンなんですけども、そこから洋食屋さんのナポリタンだったり、ちょっと僕らより上の世代になると、あの喫茶店のナポリタンだったりとか、定食屋のナポリタンとかいろいろあると思うんですけども、なるほど、いろいろですね、まだまだこのナポリタン学会の活動内容についてはですね、本当に、深くいろいろとされているということで、続きはまた来月にですね、このナポリタン学会が一体どんな活動を普段されているのか、ということを掘り下げて伺っていきたいと思っているんですけれども、最後にですね、今日は告知といたしまして、なんと4月29日にですね、FM 戸塚3周年記念イベントがこのモレラパークで毎年のように行われていて、今年も行うんですけれども、そこになんと会長、出ていただけるということで、お願いします。あのナポリタン学会 の、 あの特別レシピでナポリタンを売らせていただきますんで、これはもうその場で屋台で、ナポリタンを会長自ら作っていただけるということで、よろしいですか。ということで、ここのモレラパークに3周年記念イベントに遊びに来てくれた方には、普通にお金を払って作りたてのナポリタンが食べれる、そしてきっと皆さん気になっている会長の田中会長のお顔も、拝めるということで、それまでにちょっと痩せないといけない大丈夫です、十分イケメンですからということで、4月29日、ナポリタン学会が出展していただけるということで、ぜひ皆さん、ナポリタンを食べに、そして、会長に会いにですね、このモレラパークにも来ていただきたいと思います。お待ちしてます。あと、すいません、最後に田中会長は実は本を出されているんですよね。そうですね、もともとブログ書いてたんですけども、その、ブログからいろいろ発展して、その最初の頂上対決、料理対決とか、あのナポリタン学会設立の経緯につながったんですけども、そのブログが一応、2010年に本になりまして、その本は、今日皆さんに、あの番組をお聞きの皆さんに、5名様にあのプレゼントさせていただければと思いまして、ありがとうございます。ではですね、この田中会長がお書きになっている面食い力という本なんですけれども、こちらを FM 戸塚お聞きの皆さん5名の方にサイン入りでプレゼントさせていただきます。希望の方はですね、E メールの方は宛先present@fm-tsuka.com present@fm-tsuka.com、 こちらまでぜひぜひご応募をお願いいたします。そして4月29日のイベントの時も1冊500円で一応販売させていただくということで、投げ売りさせていただきます。ということで、ご興味のある方はですね、ぜひこちらの日本ナポリタン学会のブースにもお立ち寄りいただきたいと思います。ということで、来月はですね、また5月の2週目ということで14日となります。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。